はい、どうもカッパ園長です。さてどうじゃあこの動画ではね、野球の話しましょうか。野球の話といえば大谷翔平選手、すごいっすね。大谷選手はやっぱり見ました。やばくないっすか。史上2人目ですよね。あれ、ニュースは見られましたかね。500奪三振100本塁打でしたっけ。アメリカメジャー史上2人目の快挙、ベーブ・ルース以来の史上2人目の快挙ってことですね。500奪三振100本塁打達成したそうです。おめでとうございます。いやもうマジすげえよこの人。何食ったら大谷選手になるんでしょうね。別に食ってるだけではないと思いますけど、っていうか食べてるもん公開してなんかもうえって感じだったらしいですけどね。いや本当すごいですね。もう怪我しないように気をつけてシーズン駆け抜けてもらいたいですけど、今日のメインはねそこじゃないですね。まあ大谷翔平選手にはちょっと気悪いのかもしれないですけども、大谷翔平選手のすごいぞっていう話はもう終わりです、ね、メインはあの迷惑行為かな。こっちもね結構なんかバズってたっていうか炎上してたんでね、迷惑行為なのかなこれ。あのついこの間っていうか先月、僕はあの神宮にねこのヤクルトのこの野球の試合ライブで見に行ったって話、あれしませんでしたっけ。まあ見に行ったことあるんですよ。何日ぐらいだったかな、十何日かだったと思うんですけど、だからもう約1ヶ月ぐらい前ですかね。うんね、ちょうど三塁側の席だったんで、だからベイスターズ戦だったんですけど、ヤクルトとね、うん、だからあのベイスターズファンが結構あの陣取ってるところに、なんかヤクルトファンガチ、このツバメあれなんかヤクルトファンなんて言うんだっけ、ツバメ軍団みたいな感じで言い方しましたっけの人たちとこの混ざってなんかベイスターズ応援してる人たちのね、なんか混ざってこのヤクルトファンの人たちの隣で、僕にわか野球ファンがうーみたいな、うわ村上様だみたいな感じで、まあ、野球見てきたことあったっていう、そういう話が動画多分したと思うんだけどな。そのヤクルトなんですけども、東京ドーム、ね、対巨人戦ですよね。巨人戦、ヤクルト対巨人の試合で、山田選手いるじゃないですか。まあ、いるんですけども、ホームラン打ったんですよね。で、結果的に試合はヤクルトの逆転勝利だったんですけど、そのホームランボールってあるじゃないですか。で、それを、ね、ヤクルトファンの少年が、まあ、最初取るんですけども、それをね、横からかっさらったおっさんがいたんですよ。で、しかもそいつが、わざわざこのツイッターでね、なんか山田ホームランボールね、取れちゃいました、プみたいな感じ このツイートするんですよ、このアホが。で、炎上してるっていう、そういう状況なんですけど、気持ち悪くないですか。いや、中にはね、いやもう結構な勢いでこれ炎上してるらしくて、もうね、なんかもう全球場出禁にしろとかまで言われてるんですよ、こいつ。名前なんつったっけな、もうなんかね、特定されちゃって、本名とかもさらされちゃってるんですけども。まあだからさ、もうなんかこのスシローペロリストの時もそうでしたけども、もうなんかちょっと変なことやらかすと、もう今このご時世すぐバレんだから、よっぽど頭おかしいことって、やるなよって思うんですけど、これなんていうのかな、元島邦彦さんっていう方かな。うん、なんかもう住所とか会社も特定されちゃってたっぽいですけどね。うん、なんかね、このヤクルトのこの応援のこのユニフォームシャツみたいなの着てさ、うん、まあこれ画像ちょっと見にくいんですけど、多分ググれば映像も出てくるんでね、うん、なんだろう、このマナーというか、そのいやでもこれルールにあったかな、こう座ってるこの自分の席ってあるじゃないですか。そっからなんかね、明らかにこのボール自体はこれ少年のところに来てるんですけど、それをね、2人分3人分ぐらいのこの席ブワー移動して身に乗り出してね、このボールをこうガッて横からかっさらうんですよ。どう思います？いや、法的にね、この違法行為とかなんとかっていう以前の問題で、人として僕やっぱこういうのどうかなって思いますよね。例えばこれ僕もう一個ね、このいつものこの
ね、なんだろう、カッパ延長とはもう一個別にこのラボの方でね、もう一個別にチャンネルあって、そこでなんかこのスポーツ選手とこのファンのこの交流、この感動する話みたいなのも取り上げて、ね、そういう動画を上げたりしたこともあったんですけど、その中でもね、アメリカで、なんかこのホームランボール、ファールボールとかもかな、うん、ね、少年がなんかとこの要はこの勝ち合った、まあ、どこ飛んでいくか分かんないんで、たまたま取ったね、うん、僕ちゃんもお嬢ちゃんもなんか欲しかったね、でも取れなかった、大人が取りました。でそれを見たら結構あげるっていう、そういうなんか、お兄さんお姉さんがおじさんおばさんの方が多いような印象なんですよね。分かんないですよ、例えばさ、もう子供から大人までね、このチームのこのサポーター関係なくね、うん、超有名選手、スタープレイヤーなんかが第100号とか区切りのさ、この記念ボールみたいな、でもそういうのは球場とかチームが回収しちゃうんだっけ。何にせよこの子供と勝ち合ったらさ、少年少女ね、子供たちに譲れよって思うんですけども、譲んないんですよ。譲るどころかガーかっさらって、しかもドアーみたいな。でその様子を見たら周りの大人もなんかちょっとドン引きしてるっていうか、引くよなそりゃな、うん、いやーなんかね、ちょっともうこれぞ大人げない、大人げないオブ大人げないを見させてもらったっていう、しかも子供の日ね、うん、どんだけ気持ち悪いのかなって思いましたけどね、うん、まあいいや、ちょっとね内容を見ていきましょうか。いや少年がね、目の前に飛んできたこの山田選手のホームランボール、それをねいい年こえたおっさんが横から強奪する、でしかもそれをね自分のこのツイッターのアカウントで戦利品としてね、ドヤ顔で報告するっていうね、アホだよな本当な、うん、いやまあそれこそ僕みたいなこのね野球にわかがね、ああでもねこうでもね言うことじゃないのかもしれないけど、いいんじゃない、全球場出禁でこういうゴミは、うん、5月2日、東京ドームで行われたヤクルト対巨人の試合、山田選手の本塁打をきっかけにヤクルトが逆転勝利したが、そのホームランボールをめぐってある騒動が起きていましたよと、6回表、山田選手の打球が、ヤクルトファンが陣取るレフトスタンドにギリギリ飛び込むんですけども、で、まあ、最前列にいた、緑色のこの、なんていうのかな、このホームとアウェーでほらユニフォーム切り替わるじゃないですか、あの、なんていうの、紺色、緑色みたいな組み合わせのユニフォーム、ね、ヤクルト、ホームゲームの時のユニフォームかな、こっちは。の、を着て応援していた少年と、そうじゃない、逆の、ね、この白い方のユニフォームを着て応援していた、この白い方がね、おっさんですかね、メガネの男性。取り合いにはなってないよ。もう取った少年のかっさらってますからね、これ。で、まあ、一応記事ではね、うん、取り合いになって、結果ボールを手にしたのはメガネの男性というふうに書かれてますけど、もうこれいくつかね、なんかこの、うん、ツイッター上もう SNS でもかなり拡散してるんで映像を見ましたけども、明らかにこの少年のところにボールが飛んできた、でそれをね隣の隣ぐらいからこのなんかメガネのおっさんがグワー来てバイーンってどやみたいな、子供超かわいそうみたいな、もうお父さんも苦笑いで、その元々のそのおっさんの席の多分左隣かなに、いたね、全然違うその少年のお父さんとも違うなんか全然別のお客さんのおじさんも、そこまでするっていう顔してる。いや引くよ普通に、なんだこいつ気持ち悪いって思いますけどね。いや山田選手のホームランボール大人だって欲しいですよ。いや欲しいのは分かりますよ、うん、むしろ自分のところに飛んできたホームランボールをそいつがこのメガネのおっさんが取ったとしてね、パッて見てこの少年がいいなーって顔してたら俺だったらあげますけどね。ねえ、てめえんところに飛んできたわけでもないのにね、横からこうかっさらってね、ドヤ顔で SNS でね、戦利品報告。いやもうクズ中のクズって言っていいんじゃないですか、普通に。
だからまあこの残念な、ね、この悔しい思いした少年のお父さん、多分親子で見に来てたと思うんですけども、お父さんは、ね、言ってあげたらいいんじゃないですか、ね、今日は残念だったねと、うん、でも今回残念だった分、ね、次試合応援来た時に、ね、きっと、ね、いいことあるよと、で覚えとこうと、ね、ああいう大人にはならないようにしようって、うん、まあ、何君か分かりませんけど、ね、うん、じゃあ仮に広志君としましょう。あ、じゃあまあ山田選手のファンだから、まあ哲人君にしましょうかね。うん、哲人、お前がね大人になったらね、うん、子供にねホームランボール譲る、ね、そういう大人になろうよねって、うん、ね、今日なんかすごい嫌な、ね、思いさせちゃって申し訳なかったと思うけど、うん、ああいう大人にだけはなっちゃダメだよって、うん、ちゃんと言っとけばいいんじゃないですかね。うん、いや本当ゴミだなこいつな、うん、って思いましたけどね、普通にね、うん、ね、そのかっさらった行為そのものもそうだし、その後のツイッターのこのツイートがえぐいよね。気持ち悪すぎる。なんか山田テストのホームランボール取らさせていただきましたプみたいな感じの、だからそう大したファンでもないんだよね。熱烈山田選手ファンではないよねこの感じは。別に大して欲しくもないホームラン、そうだから多分ですけどもね、子供の取ったホームランボールを横からかっさらったことになんか快感を覚えてる風に取れますよね。だからそこが気持ち悪いんだよね。うん、でしかも、これそう捉えたのが僕だけじゃなくてね、うん、非難が殺到したらしくてね、このアホのもとに、ツイッターのアカウント削除して逃亡してるんですよ。クソだせえな。うん、で一応ちなみに補足じゃないんですけども、まあ、ホームランボール、ね、誰のものでもないんだから、ね、うん、そんなに責めるなよ、なんかそういう趣旨の動画を上げてる、ね、拡散している人も中にはいます、ね、別にその人はその人でそういう捉え方でそれでいいと思うし否定もしないんですけども、まあ、なんかこの通算100号とか200号とか その記念球を除いては、ね、キャッチしたファンに、プレゼントされるっていうのが、まあ、なんていうのかな、明確な規則にはなってないんだけど、まあ、慣例というか通例、なんか、そういう感じなんですよね。暗黙の了解っていうかさ、うん、日本のプロ野球でね、うん、ホームランボール、ファールボールは、なんかそういうこの記念の場合を除いては、ね、取った人、ファン、アスリート、応援していた人、うん、ファン、サポーターか、うん、が持ってっていいっていうことになってんだよね。うん、でね、このまあ映像を僕も何種類も確認させてもらったんですけども、どう考えても自分のところに飛んできたわけじゃない。ね、自分の席からね、うん、3つ4つ分ほど、ね、座席が移動というか、まあ、もう移動だよね。乗り出して、手伸ばしてじゃないよね。うん、で、ボールをこう奪ってんだよね。うん、で、これ実はね、日本のこのプロ野球協会かな、試合観戦契約、なんかそういうルール、なんかそういう項目があって、3章8条かな、ボールなどの追いかけ、その他理由の遺憾問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為に抵触する可能性があって、場合によっては退場させられることも、どうやらあるそうですよ。うん、いや、いいんじゃん、出禁で。気分悪いじゃん普通に。うん、大人でも欲しいもんは欲しいんじゃね。うん、うぜえと、気持ち悪いと。うん、まあこういうのもある種迷惑行為の一つなのかなね。うん、まあインスタだか何かしらの SNS でね、いいねが欲しいだけの承認欲求クズなんだろこいつ。うん、いや、仮にですけど、ね、それ、なんかこの映像をアップしたら、ね、少年にあげればいいじゃん。ごめんね、と。うん。僕も、なんか、この証拠の映像撮れたからさ、ボールは君のものだから、ありがとう、ちょっと借りちゃった、みたいな。っていう感じでね、このなんかその場でこの渡してたってなったらまだいいけどさ、うん。気持ち悪いよな、ほんとな。うん。まあ、こういう大人には、ならないように。ね、このなんか今回嫌な思いさせられちゃった少年はね、うん、まあ、多分少年野球チームとかに入ってるかもしれないよね、うん、まあ、山田選手を目指してるか村上様なのかちょっと分かりませんけども、うん、まあ、またねスタジアムにね応援に来てね、うん、次こそなんかファールかホームランか取れるといいよね、うん。
ほんとこのなんかもう毒図だな、このおっさんは。ああ、うん、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。